さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。ここは上砂川の東山です。目の前には公営住宅があります。そして北海道中央バスのバス停も。で、この上砂川線は、今月末で廃止となります。これから砂川市立病院駅に乗車します。かつて上砂川が炭鉱で優勢を極めた1960年代から運行されていた路線ですが、炭鉱の閉山から人口や利用者減が続き、バス路線も採算性や運転手不足などから、その歴史に幕を下ろすことになりました。廃止後は、既存の他路線と町営の乗り合いタクシーに代替されることになるようです。
ましょう。
これでこの動画はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。では、バイバイ。